あえずあそこへ。お邪魔します。おい、あんた。おい。今のは。こっちのことは任せちょけ。治療とも違う。来るな。僕たちの世界を。貴様が。よっ、久しぶりだな、切り込み隊長。誰だ。ご挨拶だな。忘れちまったのかよ、この声、この顔を。柔道。言ったろ、戦場じゃ背中に気をつけろってな。コルカツ、ベビー。てか、は、確かにな。あれから随分辛い旅を続けてるようだな。おめえ昔言ってたよな、自分それがどうだ、見つかったのかよ、その何かってな。違う、俺はお前たちの鷹の団の恨みを。恨む？恨むだって？勘違いするな。
それが大将のためとなればなおさらだ。確かに残酷な最後だったけど、あんな結末だったからこそ俺は信じたい。俺たちの生きた命に意味があったんだと。俺はグリフィスを恨んじゃいない。わかるか、おめえがまだ半端にあの世とこの世の間でズルズルと生き延びてる理由が、グリフィスにとっておめえの命がその程度の重さでしかないってこった。でなきゃおめえもこっち側にいるはずだからな。そのおめえが俺たちの恨みを晴らすだと？はあ、おこがましってんだよ。俺たちは腐っても鷹だ、鷹の段だ。本大将に刃を向けられて黙っている兵士はいない。お前がグリフィスと戦うというのなら、よせ、やめろ！行くぜ、ガッツ。どうなってんだ、一体。戦え！所詮そんなもんなんだよ、ガッツ。グリフィスの足元にも及ばねえ。てめえは俺たちの恨みを晴らすために戦ってるんじゃねえ。てめえ自身の恨みのために這いずり回ってるのさ。はっ、
綺麗事言ってんじゃねえぜ。パック、だるぞ。え？来い。一体何が？さあな、何にしてもゾッとしねえだろ。クワバラクワバラ、行くぞ。だって連中だぜ。いいもんですね。こういうしんみりしたのもいかにも旅って感じがしますよ。どこがだ、ろくでもない。寒いは空腹だわ。それじゃあやっぱり帰りますか。黒い剣士を諦めて。そのつもりはない。諦めるものか、黒い剣士。この男に出会った時、私の見知った世界が音を立てて崩れ去った。あれが本当の私だ。私は権力で飾り立てられた私ではなく、本当の自分と向き合いたい。権力に振りかざすことでしか自分を見出せなかったファルメーゼさん。黒い剣士に出会ってから変わってしまった。執拗に黒い剣士を追い求めている。まるで炎で雪を溶かそうとでもするように。